トラブルを起こすのはまずいですよ。俺の母は真剣に恋をして俺を産んだと言っています。俺もそれで納得しています。俺たちに気を使わなくていいって、父さんですか、ジョースターさんに言ってください。以上です。なんだこいつ。俺はジジイの代わりに殴られる覚悟できた。それをこいつは逆に謝るだと。あ、ジョースケ君。本当だ、ジョースケ君。偶然じゃん。一緒に学校行こう。今日も髪型かっこいいわよ。決まってる。やっぱ迫力が違うよね。さ、今ちょっと立て込んだ話しててよ。何それ。早くしないと遅刻しちゃうよ。いいじゃん。おいジョースケ、話はまだ終わってない。こいつら追っ払えよ。何よこいつ。おい、くだらねえ髪の毛の話なんか後にしな。こいつ今やばいこと。髪型のことを。てめえ、俺の髪の毛がどうしたところ。やばいよあいつ。私知らないからね。ジョースケは頭をけなされるのが一番嫌いなんだからね。突っ張りをやった時と同じだ。おい待ちな、ジョースケ、何もてめえをけなしたわけじゃ。まずい、来る。ジョースケ君、いいよ。見えるかジョースケ、これはスタンドと呼ばれる精神エネルギーが具現化したものだ。ジョセフ・ジョースターも持っている。スタンドはスタンドを使うものにしか見えない。この自慢の頭をけなされるとムカッパラが立つぜ。どうしようもなくな。こいつがジョースケのスタンドか。このパワーは。ボディから顎にかけてガラ空きになったようだぜ。やろう。いつの間に。何が起こったの。てめえ、いつの間に。やかましい。俺は女が騒ぐとムカつくんだ。失せろ。はーい、知り合いみたいだし。怖そうだしね。でもかっこいいかも。わからない、さっきから何が起きてるのか全く。でも何かが起きてる。久しぶりに、実に10年ぶりに 0.5 秒だけ時を止められたぜ。時を止めなかったら、やられないにしてもどちらかが大怪我していた。あれジョスケ。あ、いや、いいっす、いらないっす。そうか、お前に会いに来たのにはもう一つ理由がある。